世界一周路線とは単一の航空会社により出発地となる空港から出発して地球を一周し再び出発地に戻る定期路線のこと。また、重機路線を同一便名で運航形態を世界一周便と言われる。現在、このような旅客便は存在しないが経由便が多く設定される航空貨物便では複数の世界一周路線が存在し、 日本でも日本貨物航空も、人じ世界一周可能な路線を有していた。パンアメリカン航空のダグラス DC-4B 型、気力客機による旅行が一般化した1960年代には、単一の航空会社による複数の寄港地に寄港する世界一周便が、パンアメリカン航空、日本航空、英国海外航空、トランスワールド航空、 カンタス航空というフラッグシップにより運航されていた。なお、世界一周便であっても、途中で機材変更があり、必ずしも同一の旅客機で運航されるわけではない。しかしその後、航空機の性能向上による直行便化の進行とそれに伴う、世界一周便の必然性の低下や、航空会社同士の競争の激化とそれがもたらす、収益悪化などにより衰退し、 2013年以降、世界一周便を旅客運行している航空会社は存在しない。ただし、航空会社によっては、運航路線で出発空港と最終目的空港が地球の裏側に位置する組み合わせで東回りと西回り路線をそれぞれ別に運行し便名は別になるが、路線網で登場可能な世界一周路線を運行する航空会社は、 貨物便を含めある。なお、世界一周便は空港での行き先ボードでアラウンドザワールドと表示されていた。日本航空の DC-8 が九百9 6 7年3月6日に日本及びアジアの航空会社として初の、そして日本の航空会社として唯一の世界一周便に就航し、ダグラス DC-8 による週2便の運航を開始した。 この世界一周便は1972年まで運航された。中止された理由は、週2便で運航されていた、大西洋路線が不振だったことに加え、1972年に日本航空が立て続けに、航空事故で DC-8 を産休しない運航に、必要な奇数確保が難しくなったからである。 大西洋路線を片道とはいえ運行することによって、成田アンカレッジシカゴフランクフルト、ハーミラン成田で世界一周路線に就航していた。2019年12月24日をもって、運行効率の最適化のため大西洋区間を休止、以降米国、欧州それぞれ折り返し便となっている。1947年6月に、 世界初の自社運航による世界一周便を開設した。機材はダグラス DC-4B で、その後、ダグラス DC-6 やボーイング707、ボーイング747などの機材で1980年代まで1日1便運航された。または他の航空会社は、多くがは多くが東京を世界一周航路に入れていたが、東京への帰港権利がないため、 那覇空港に寄港していた。世界一周航路に就航していた、ボーイング707型機が、英国海外航空機空中分解事故で、富士山陸に墜落している。2013年3月3日まで、ニュージーランド航空が、オークランド・ロサンゼルス・ロンドン便及びオークランド、香港・ロンドン便を別の便としてではあるが、運航しており、 事実上、単一の航空会社による世界一周路線と言える。なお、2013年3月4日以降、香港ロンドン間が運休となったため、単一航空会社便の乗り換えによる世界一周は不可能となった。一方、シンガポール航空は、シンガポールニューヨーク便とシンガポールフランクフルトニューヨーク便を別の便として運行しているが、これは、 ニュージーランド航空と同様に同一便として運航されているものではない上、ニューヨークにおける発着空港が異なることもあり、世界一周路線ではなかった。なお、2013年にはシンガポールニューヨーク便が廃止されたが、2018年10月に復活した。ワンワールドやスターアライアンスなどのアライアンスが加盟航空会社の路線を組み合わせた世界一周航空券を また、シンガポール航空も上記のルートをベースにした同様の航空券を販売しており、現在はこれがかつての世界一周路線に変わるものとなっている。ありがとうございます。